Welcome to Shiri Channel. Battle Operation Next. Battle Operation Next 行きません。出撃準備を完了しました。しばらくお待ちください。はい、なんだこの下から2つ目の機体は。なんでしょうね、これね。これ。まもなく出撃します。わからない。部分は。いろんな機体が出てるんですけど、私はもうオールドな機体で、今復帰組、復帰というか、まぁ、ちょっと、だいぶ間が空いてるんで、ランクマッチもフリーダも結局レベル1作れるか、まぁ、設計図は溜まりましたけど、ね、ジュナメスとかいいんだ、エクシアもいるもんね。そうか、そういうことですか。ジュナメスはちょっと、ロックオンストラクトスの関係で使いたいですね。だからただ、私はそのイベントの時は当然いなかったんですけども、イベント時しか取れないですから。ノーマル機体をね、いや一般機体をもっと増やしてほしいですけどね。そのイベントだけで、言い方悪いですけども、まあビジネス的な話で、一般機体はそんな増えないでしょうけど。ね、金にならないですからね。言い方悪いですよ。まあだけど、そういうことでしょう。キャラクタービジネスですから。遊びじゃない遊びじゃないっていうことです。このロックオンされてるやつにチャットロックを合わせるっていうのが欲しいですね。あ、今の射角？時間を稼ぐ。時間を稼ぎます。今の時間稼ぎ。このナレーターも忙しいですね。私これで実況部やったら相当喉をやられちゃうかも。忙しい。最終盤はやったね。これじゃないね、見てるの。よっしゃ、トランザムー。あ、そうか、コストよりこっちより高いんですね。まあ、当然なんでしょう。中継地点を奪われました。なんだ、700、600ベース。ガンダムと同等なんだ。結構音が大きいのは、まあ、申し訳ないです。そういう仕様と。だいぶね、これね、ゲームが、設定側で下げてはいるんですけど、ちょっとゲーム内の音大きいですね。追い打ちが弱くなったんだね。はい、その調子です。ミス、本別全然。この C を取ってるからね、大きいよ。今右下のマップを見て、あ、気をつけてね。よし、倒した。倒してくれ。よし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 
強いですね。ナイスナイス。中心の占拠。まあだけどゲルスやっぱ安定ですね。安定だと思います。え、死んだんですけど。笑えない。ちょっと今のも笑えないっすわ。いや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 、マジっすか。あ、やばい、これ3枚死ぬとやばいぞ。まあ、3番は死んだとして、5番も突っ込んでるから、まあどうだろうな。その中に突っ込むどうなった。あ、勝ってる。危な、ちょっと怖かったね。もうゲイさん安定ですね。安定ですか。素晴らしいですね、ゲイさんの安定性。対面もそこそこ結構いけますしね。格闘性能がいいんで、ゼータは割と中距離、遠距離キャラなんですけど、ビームライフルがそんなに強くない。あの、細いし、当てずらいっていうか打ち切りなんで、こうやって自動でできる上に6発打てる。まあ、ゲルグ軍も敵に言いましたけども、ゲルグ軍もいいんですよね。バズーカーも持てるから。ゲルグはバズーカーを持てるんです。ゲイツはバズーカー持てない代わりに、ビームライフル10発って感じなんですけども、まあ、得点にあんま映って、反映されてないですけど、いいです。全然 OK です。勝てば OK。勝てばいいんや。勝てばいいんです。ダメージ取ってないわけで、一番ダメ、2番目にダメージ取ってるんですけどね。反映されないですから、これ。そ、まあ、いいです。勝てばいい。連キル取ったら、連キル取らないとダメです、この、連続撃破をしないで、一回やって落ちちゃうとかだと、だいぶ、ポイント的には伸びないですね。まあ、まあ、余談ですけど。そんな感じでございました。あ、そうそうそう。一番大事な、このゲームの大事なところですね。報酬品。このゲームはキャラゲーですから、集めるゲームですからね。連戦ボーナスが発動しました。今回の戦闘報酬です。残念。ネクス、今ネクソなんたらっていうのが発動してたんですけど、ゼータ、ダブルゼータは来ませんでした。それではこんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。